3回おとりつけ命令集会を始めます。はじめに堂畑幸彦小樽地区命令集会実行委員長よりご挨拶を申し上げます。2年以上に及ぶコロナ感染拡大、そして1981年の第二次オイルショック以来の石油の高騰、燃油高騰、これが引き金となって皆さんの生活の日用品かなりのものが値上げに続く値上げの中での命令となります。非常にかかりたくなっている方たちも日々見ておりますが、そういう方たちをやはり一人でも救いたい、そういう思いで日々頑張っております。自分たちが感染しない、それから皆様に感染させないという、そういう思いから、日常の業務の中でも感染対策を、ね、しっかり行いながら頑張って奮闘しています。セクハラや痴漢、同意のない性行為、日常で起こる性暴力をなくしたい、はい、なくしたい、あらゆる暴力をなくしたい、はい、なくしたい、最もひどい暴力、戦争をなくしたい、はい、なくしたい、戦争に性暴力はいつも一緒についてくる、戦争をやめて、はい、やめて、ウクライナに平和を、はい、命令参加の皆さん、労働者の生活と権利、平和を守る勇気ある戦いの歴史を引き継ぎ、団結と連帯をさらに広げましょう。平和と民主主義、労働と生活を守る要求は、私たちが集まり、声を上げ、行動することでこそ実現できます。8時間で帰る、暮らせる社会、誰もが安心して住み続けられる地域と持続可能な社会、戦争のない平和な世界を目指す命令として声を上げ、成功させましょう。コロナによる生活悪化、円安による高物価、ロシアによるウクライナ侵略により燃料高、私たちを取り巻く情勢は大変厳しいものがあります。こんな暗い世の中を吹き飛ばすために、タルローレン団結して頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました。Thank you.